これより会議を開きます。お諮りいたします。本院議員として在職25年に達せられました原田義明君、竹本直和君、平沢勝栄君、今村正弘君、菅義偉君、田中和則君、中川雅治君、佐藤勉君、下村博文君、近藤昭一君、原口和弘君、渡辺修君、安住淳君、河野太郎君、棚橋康文君、田村典久君、古川元久君、根本匠君、伊藤達也君、および遠藤俊明君に対し、先例により院議をもってその功労を表彰いたしたいと存じます。表彰文は議長に一任されたいと存じます。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのとおり決まりました。これより表彰文を順次朗読いたします。議員原田義明君は衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立たし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員竹本直和君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員平沢勝栄君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員今村正弘君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員菅義偉君は、衆議院に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員田中和則君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員中川雅治君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員佐藤勉君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。
議員下村博文君は衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労たとし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員近藤昌一君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立つし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員原口和弘君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立つし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員渡辺修君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員安住淳君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員河野太郎君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員棚橋康文君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員田村紀久君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員古川元久君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員根本匠君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員伊藤達也君は、衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は、君が永年の功労を立とし、特に意義を持ってこれを表彰する。議員遠藤利明君は、
衆議院議員に当選すること8回、在職25年に及び、常に県政のために尽くし、民意の伸長に努められた。よって衆議院は君が永年の功労を多とし、特に意義を持ってこれを表彰する。この贈呈方は議長において取り計らいます。この際、ただいま表彰を受けられました議員諸君の登壇を求めます。表彰を受けられました議員諸君を代表して、原田